女子ゴルフの3月のプレイオブザマンスに小祝桜のワンバウンドでカップインするスゴ技アプローチが選ばれた V ポイントかけるエネオス3月15から17日鹿児島高巻 CC の第2ラウンド小祝は17番パー3でグリーン右手前からカップが見えない打ち上げのアプローチでチップインバーディーを決めた まさか選ばれると思ってなかったので、今年初めてということで嬉しい。あのアプローチで賞を取れるとはびっくり、第一打をグリーン右手前に外したが、身内目地点からは意外とイメージは良かったといい、頑張れば寄せられる、とアプローチしたという。しかし、打った瞬間に、あ、強い、と感じるミスショットで、結構つっついちゃったんですけど、たまたま入ってくれて、 と振り返った。放題グリーンなど、打ち上げでカップが見えないアプローチでは、何ヤードに落とすのかっていうのとイメージだけでやるしかない。自分の打つ高さだったりと意識している、という。大会前には第一打を今回の位置に外す想定で練習しており、思ったようには打てなかったけど、ナイスバーディーという感じでした、と話した。 年末には年間ベストプレーもある。あのアプローチが今年1位になるとはちょっと思えない、と謙遜して笑い。でも、またこれ以上の良いプレーを出せるように頑張りたい、と話した。プレイオブザマンスは女子ツアーで飛び出したスーパープレイの中からファンと選手による投票で選出し、毎月表彰。各月の受賞プレーから年間ベストプレーも選出し、 ベストプレイオブ2024としてジュガーアワード2024で表彰する。